長野電気鉄道で、八百系電車。長野電気鉄道で、八百系電車。長野電気鉄道で、八百型電車は、長野電鉄の前身事業者である、長野電気鉄道が、九百二十六年、大正十五年に導入した電車、制御電動車である。本校では、同系の荷物、合わせ作り車で、ハニ二百系、および、長野電鉄となった後に申請され、 全形に形式の増備形式として位置づけられるモ系、モハ110形、モハ2210形の各形式についても合わせて記述する。1926年、大正15年6月の須坂、ゴンドマの開業に備え、同年5月に、記者製造東京支店においてデハ100形101.102の2両、及び同年5月から12月にかけて、 デファに200系201から204の4両、計6両が申請された。両形式は長野電気鉄道が保有する初の電車であり、いずれも構えからだ主要部分を普通構成とした半構成車体を備えるが、製造時期が鉄道車両の構えからだが木造から構成へ切り替わる黎明機であったことから、リベット組み立て工法を多用した局面の少ない無骨な外観と、 床下に木造車の必須装備であったトラスロットを備える点が特徴である。なお、デハニ200型は長野電気鉄道のほか、同じく長野電鉄の前身事業者である加藤鉄道との共同発注で汽車製造へ発注しており、両社で2両ずつ導入する予定であった。先に長野電気鉄道発注分であるデハニ201.202が1926年。 大正15年5月に落成したが、諸事情により、同2両は、加藤鉄道発注分と振り返られて、加藤鉄道の保有車両となった。遅れて、同年12月に、本来の加藤鉄道発注分である、デファニ203.204が、長野電気鉄道向けに落成したものの、同年9月30日付で、長野電気鉄道は、加藤鉄道に吸収合併され、 加藤鉄道も合併に際して長野電鉄と社名変更したことから、同二両は長野電鉄へ納入されたという、同一形式ながら異なる経歴を有する。その後、デハニ二百0二百三点二零四は九百二十九年、昭和四年一月に、勾配線区における運用対策として、発電制動機能を追加し、デハニ系25 25 2二百五十一点二五二と、 別形式に区分された。さらに、同年6月に実施された、車両記号改定に伴って、デハ100系、デハに200系、デハに250型はモハ100系、モハに200系、モハに250型と、車両番号以下、車番はそのままに記号のみが変更れた。1933年、昭和8年に、前日に形式の改良型である、 もは1モハ110 1 0系1 1 1およびもは2 2 1 0系2 1 1の2両が、同じく汽車製造東京支店において、同年4月に落成した。側面窓配置などは、前述に形式の基本設計を踏襲したが、7年間の技術的進歩によって、溶接工法の採用によるリベットの減少や、墨柱部などが、 局面処理されていること、床下トラスロットの廃止など各部に差異を有する。なお、同二両の主要機器は従来在籍した木造電動車より転用したものを搭載した。以上の5形式、計8両は戦前から戦後間もなくにかけて長野電鉄における主力車両として運用され、1980年、昭和55年まで在籍した。前日の通り、 各形式とも構え体主要部分を普通構成とした反抗性車体を備え、前後つまめに運転台を備える両運転台仕様である。側面にはやや腰高な位置に設置された一段を落とし、窓方式の側窓を有し、もは100系、もは110型は片側3箇所 915mm 幅の客用扉を備え、荷物、 合わせ作り車格形式は片側2箇所に設置された、同数方の客用扉ほか、下り側車端部に、荷物室及び荷物用扉を備える。側面窓配置はモハ100系、モハ110型が 1D8D8D1、荷物、合わせ作り車格形式が 1D8D6 バイトに、D、客用扉、B、荷物用扉であるが、モハ100系、モハ2200系、 モハに250型は、窓間柱の太さが不均等であるのに対し、モハ110系、モハに210型においては、窓間柱の太さが均等に改められた点が異なる。制御方式は、ウェスティングハウスエレクトリック社が開発した、電空単位スイッチ式の間接自動制御で、統一されている。主電動機は、ウェスティングハウスエレクトリック製の、 直流直巻電動機 WH-556J6、端子電圧 750V 自定格出力 75kW を1両あたり4機搭載する。駆動方式は吊り掛け、式、歯車比は4.56である。台車は、ボールドウィンロコモティブワークス社開発の、ボールドウィン A 型台車を原設計として、汽車製造において製造された。 蛍光組み立て型釣り合い両式台車 BWA を装着する。固定軸間距離は 2134mm、車輪径は 864mm である。制動装置は構造の簡易な直通ブレーキに連結運転時の安全対策として非常便を付加した SME 直通ブレーキを採用した。なお、関節非自動制御。 WH-556J6 種電動機歯車比 4.56SME 直通ブレーキという組み合わせは、後の長野電鉄に在籍する電車における標準仕様となり、戦後に落成したモハ1500型まで継承された。戦後の1953年、昭和28年に制定された新たな車番付与基準にのっとり、 モハに200 200 2 0 0系2 0 1 2 0にはモハに110 1 1 0系1 1 1 1 1 2とモハに250 25 25 2 5 0系2 5 1 2 5にはモハに5 1 0系5 1 1 5 1 2とモハ1 1 0系1 1 1はモハに1 0 0系2 0 1とそれぞれ解消、解板された。なお、モハ1 0 0系1 0 1 1 0に及びモハに2 1 1系2 1 1については、車版の変更は行われなかった。 その後、1958年、昭和33年に、天井の広範化が、1960年、昭和35年に、客用扉の構成プレス扉化及びと並走地、ドアエンジン新設による自動扉化などの改造が施行された。さらに、後年、2000系 D 編成がマルーンとクリームの2色塗りで、落成したことを契機として、長野電鉄における、 標準車体塗装がマルーンとクリームの2色塗りに改められたことから、全車とも従来の茶色1色塗りから順次、塗装変更が実施された。その他、1967年、昭和42年にも、ハに 110K111.11 にはモハに 130K131.132 と、 もはに 211K211 はもはに 231K231 とモハニ 510K511.51 にはもはに 530K531.532 と荷物合わせ作り車各形式について形式称号、車番の順位をそれぞれ3に改める改版が実施された。1970年代より開始された。 長野線の長野市内区間地下化工事の進捗に伴って、不燃化対策の観点から全社とも代替対象となり、モハ 100K101 が1977年、昭和52年11月16日付で廃社となった高川皮切りに順次ータが進行。最後まで残存したモハ 230K131 が1980年。 昭和55年4月21日付で廃車となって、本校にて扱う、全形式は、形式消滅した。廃車後の、各車両は、大半が、解体処分されたものの、モハ1 0 0系1 0 2モハ2 0 0系2 0 1の2両が、上田交通へ譲渡されたほか、最後まで残存した、モハ2 3 0系1 3 1が、車体表記を落成当時のデハに201に改め、 1990年、平成2年より、小布施駅構内に新設された、長電電車の広場にて、生体保存されたが、2000KD 編成保存のため2012年、平成24年に、信濃川電駅跡に移動、2014年、平成26年10月に、安曇野千尋公園に開設される、トットちゃん広場で、電車の教室として利用するため、北安曇郡松川村に再移動し、 2016年、平成28年7月から公開されている。1978年、昭和53年9月18日付で廃車となった、モハ 100K102 モハ 200K201 の2両は、廃車後、上田交通営場とされ、モハ201は、同年12月1日付でモハ5 2 6 0系5 2 6 1 2台、として進行した。一方、 もは1 0 2には上後1年余りの間保管された後、1980年、昭和55年3月19日付で、電装解除の上で制御者化され、区波260系2612台として、竣工した。導入に際しては、車体塗装の上で交通標準塗装への塗り替えのほか、導入線区である同社別所線の河川電圧が、 長野電鉄各路線の 1500V に対して 750V と異なることから、高圧改造が施行された。1986年、昭和61年10月1日付で実施された、別所線の河川電圧 1500V 小圧に際して、同2両は、前日の9月30日をもって、運用を離脱、小圧当日の10月1日付で廃車となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。